党は、講義には、ヤシカ、塔赤の植物のうち、鶴瀬の茎を伸ばす植物の総称。ロタンやラタンとも言う。英名のラタンは、マレー語に由来する。そのうち特に代表的なヤシカ塔属の鶴瀬木本を言うこともある。党の繊維は、植物中で最長かつ最強とも言われ、家具やカゴなどの材料にされる。アフリカやアジア、ジャマイカ。 オーストラリアの熱帯域に分布する。東赤の分布の北限は台湾で日本には自生せず栽培もされていない。最初は他のヤシカ植物と同じクローゼットである程度太くなると直立した枝を伸ばす。しかし次の段階で他のヤシカ植物とは異なるツル植物としての性質が現れ他の樹木などを支えにして成長する。幹は 直径2から5センチメートルほどの細い鶴状。頭には、節があり、表皮には、棘がある。外見は竹にも似ているが、内部の構造や、成長の仕方は全く異なる。棘は、他の植物によじ登る、サイの頭半装置で、葉の先端部のものを、印、不燃の果樹を、フラジェルムと呼ぶ。また、 茎のトゲには動物に踏みつけられたり食べられたりするのを防ぐ役割がある。サゴヤシ属マトロキシロンやピンガフェッタ属ピーガフェタ、ラフィア属レイフィアなどは太く直立した幹を持つ。ウィキスピーシーズより。塔のイスドウは通常の木材よりも丈夫な素材で、曲げにも強いため、細く裂いて、カゴを編んだり、太いものは杖や、家具のフレームに利用されている。タルや、や、ステッキ。 ムチなどにも使用される。統制のムチは、シンガポールやマレーシアなどで行われているムチ打ち系や武術などで使用されている。熱気球のゴンドラは、現在においても陶をベースとしたものが主流である。普通、丸銅と割銅とに分けられる。丸銅は、太民、総胸、三胸、四胸の四種がある。椅子やテーブルの足、腕着、持ち送りに用いられる。 割りは丸振動、半振動、革刀の三種ある。普通の刀針には、革刀が用いられ、編んで座、背、肘などを貼る。座針は、座枠上端内側を、刀の厚み分だけ書き取り、これに適宜間隔を置いて、穴を開け、これに刀を通し、普通二筋、十央筋違いにかご目に組んで編んで、縁部へも取り回して編み上げる。日本には、 糖は自生していないが、椅子や杖、籠などに取り入れられる。なお、南西諸島には糖に似た、糖ルもドキかの糖ルもドキが分布しており、かつては糖と同じように民具の素材に利用されていた。いくつかの糖の仲間では、果実から流血と呼ばれる赤い樹脂が得られる。昔はこの樹脂には薬効があると考えられており、また木の染料として、 明るい桃色に染めるのに使われた。唐の種類によっては、竹のこのように茎の先端部を食用にできるものもある。漢字の塔は竹冠であり、双孔の藤とは異なる。ただし、中国語では塔を藤と書き、藤属は指導という。中国語の塔は、第一義では、竹の器のことを指し、転じて、竹に似た、鶴植物のことも指す。ありがとうございます。